ファーンボロー国際航空ショーは、イングランド南部のハンプシャー州、ファーンボロー空港で2年に一度、偶数年の7月に開催されています。2024年は、7月22日から26日までの日程です。次期戦闘機の3カ国共同開発に参画しているイギリスの BAE システムズが、ここの自社のブースに、次期戦闘機の新しいコンセプトモデルを展示しているようですよ。今回は、この BAE システムズが公開した、日本、イギリス、イタリア共同開発が進む次期戦闘機のコンセプトモデルについて見ていきましょう。航空自衛隊では、戦闘機は3機種を運用する方針です。現在は、アメリカのロッキード・マーティンが製造している第5世代ステルス戦闘機 F-35 ライトニングに A、B と、マクドネル・ダグラス製の第 4.5 世代戦闘機 F-15J、DJ、三菱重工業製の第4世代の F-2 戦闘機を運用していますが、F-2 戦闘機は2035年から退役開始予定なので、その後継機種を、次期戦闘機として、国内企業による開発、製造を目指し、2035年から収益させる計画だったそうです。ちなみに、F-15J は、パイロットが、1人の短座型、F-15DJ は、2人乗りの複座型です。F-35 の A タイプは、通常離着陸型で、SGA、B タイプは、垂直、短距離離着陸機型、ストブルで、現在、海地が軽空母として改修を進めている出雲、片護衛艦の改修完了後に艦載機として運用されることになる予定になっています。この次期戦闘機に関する技術研究が実際に動き出したのは10年以上前になります。2010年8月、防衛省が将来の戦闘機に関する研究開発ビジョンを公表し、その中で将来戦闘機のコンセプトモデルとして I-3 ファイターを提唱したのです。I-3 ファイターのコンセプトとして挙げられたのは以下です。20年後の2030年頃までに実現させるものとして、クラウドシューティング、次世代ハイパワーレーダー、敵を凌駕するステルス性能、次世代ハイパワースリムエンジン、電子戦に、強いフライバイライトが挙げられました。30から40年後の2040年から2050年頃に実現させるものとしては、将来アセットとのクラウド、ライトスピードウェポンが挙げられ、これらの開発のための技術研究が進められました。また、この時点では、後継機種は開発コストがかかりすぎるという理由で、海外からの購入を検討すべきとの声がありました。さらに、契約金額が数兆円単位になるので、海外からの注目度も高く、2018年7月時点では、ロッキード・マーティンが、第5世代ステルス戦闘機で、世界最強の星空戦闘機と呼ばれている F-2 にラプターに F-35 ライトニング2のアビオニクスを搭載した機体を提案しました。その他に、ボーイングが F-15 をベースとして F-15J、DJ より性能が向上された機体を提案。イギリスの BAE システムズはユーロファイタータイフーンをベースとした機体を提案するなど激しい売り込み合戦が展開されました。この中でも、特にロッキード・マーティン案が本命ではないかという見方が多かったようです。2018年12月18日、第4次安倍内閣の閣議で、新たな防衛計画の対抗と中期防衛力整備計画が決定されました。その中期防において、将来戦闘機については、F-2 戦闘機の退役時期までに、将来のネットワーク化した戦闘の中核となることが可能な戦闘機を取得するとした上で、そのために必要な研究を推進するとともに、国際協力を視野に、我が国主導の開発に早期に着手すると明記し、国際協力も視野に置きながら、日本主導での戦闘機開発に着手すると決定したのです。海外の既存機を購入する案は、国内防衛産業の技術蓄積というメリットがなく、価格のコストダウンが期待できないとの理由で、次期、戦闘機は、国内企業の主導による開発を進めるという方針を示したことになります。そして、2020年10月、当時の岸防衛大臣は、三菱重工業を開発主体に選定し、正式に契約を結んだことを発表。その他に、三菱電機、IHI、川崎重工業、
スバル、東芝、富士通、日本電機、NEC の7社が参画して、次期戦闘機の開発が本格的に開始となったわけです。とはいえ、日本の防衛産業界は、これまで戦闘機を独自に開発した経験はありません。国産戦闘機とされ、平成のゼロ戦とまで呼ばれていた F2 戦闘機でさえ、ロッキード・マーティンの F-16 ファイティング・ファルコンの派生型でしかないと評価されるほどで、高性能な次世代戦闘機の開発には、海外企業による協力は必要不可欠だったのです。2020年末までに、海外の協力企業を選定するものとし、アメリカのロッキード・マーティンとボーイング、イギリスの BAE システムズの3社に絞り込まれました。2020年12月、防衛省は、支援海外企業として、ロッキード・マーティンを選定する方向性で調整に入ったことが明らかになったのです。しかし、2022年12月9日、日本、イギリス、イタリアの各政府は、グローバル戦闘航空プログラム GCAP というプロジェクトの立ち上げを発表。日本が独自に進めてきた次期戦闘機開発計画と、イギリスとイタリア、スウェーデンも三角間で進行中だった次世代戦闘機 BAE システムズテンペスト開発計画を統合し、共通の第6世代戦闘機を共同開発して、それぞれに配備すると発表しました。2023年12月14日には、東京で前述の3カ国防衛省会合が開催され、席上で木原防衛大臣はイギリスのグラント・シャップス国防大臣、イタリアのグイード・クロセット国防大臣と共に、グローバル戦闘機プログラム GCAP の管理を目的とする国際機関として、グローバル戦闘航空プログラム政府間機関 JIGO を設立するための条約として、GCAP の設立に関する条約に署名、条約が締結されたことで、次期戦闘機の3カ国共同開発が動き出したということになりました。今回のファーンボロー国際航空ショーで BAE システムズが公開したフルスケールのコンセプトモデルについて説明します。これまで三菱重工業が発表した次期戦闘機のコンセプトモデルや BAE システムズがテンペストとして発表したコンセプトモデルと比べると主翼が大きく変化しています。三角形のデルタ翼になったので幅が広がり、より進化したデザインになっているようです。海外メディアの見方によると、次期戦闘機は、戦闘機同士の空中戦、ドッグファイトが将来的には起こらなくなるとして、空中戦で重視される機動性より、翼内の燃料タンクを大型化させて、航続距離を稼ぐ方針に転換されたということです。また、空気抵抗をより低減するデザインになり、主翼の広がりで揚力が増えることで、ミサイルなどのペイロードの増強を図ったのではないかとも報じているようです。日本では、次期戦闘機は F2 戦闘機の後継ですが、イギリスにとってはユーロファイタータイフーンの後継で、どちらも空中戦能力のみならず、対地攻撃能力が重視されているので、ペイロードの増加は重要ポイントです。BAE システムズでは、ファーンボロー国際航空ショーの前に、2024年7月、東京で開催された説明会で、まだ設計の最中であり、このコンセプトモデルが最終的な形状ではないが、現在考えている要素をある程度反映した形になっていると述べているので、翼の後ろ部分をデルタ翼にした変更したことも、設計の進展を反映したものとみられ、今回のフルスケール模型の公開によって、今後の GCAP の機体の姿が垣間見られたという声が上がっているそうです。しかし、7月4日に実施されたイギリス議会の下院総選挙では、政権与党も離党が大敗し、労働党政権に変わるので、国防政策が見直される可能性があり、開発費が見通せない GCAP から離脱するのではないかという推理も出ていたようです。とはいえ、ファーンボロー国際航空ショーに姿を見せた労働党のスターマー新首相は、この GCAP で、我々は大きな進歩を遂げていると述べ、開発の重要性を強調しましたから、新政権でも GCAP が継続されるという見方が広がっているらしいです。新しい戦闘機は、従来のデザインから一新されたデルタ翼を採用し、翼内燃料タンクの大型化により、航続距離の向上が期待されています。また、空中戦よりも、
ペイロードと対地攻撃能力が重視される設計となっているため、未来の戦闘シナリオに適応する能力が強化されています。この次期戦闘機プロジェクト、通称 GCAP、グローバル戦闘航空プログラムは、日本が主導する形で、国際協力を含む開発が推進されており、将来の戦闘機市場に大きな影響を与える可能性があります。しかし、最近のイギリス政府の交代による国防政策の見直し可能性が浮上しており、プロジェクトの未来には不透明感が残る状況です。それでも、ファーンボロー航空省での発表は、GCAP が引き続き進行中であることと、これが世界の防衛技術における重要なステップであることを示しています。ヒューガ、型と出雲、型空母が誕生したことで、海上自衛隊の空母は、事実上の4隻体制となりました。日本に、4隻の空母があること、空母が2種類あることが何を意味するのでしょう。そして、F-35 戦闘機搭載について議論される空母が今後どうなっていくのかも見ていきます。いよいよ、護衛艦加賀の F-35B 発着艦認証試験開始ですし、空自も20人参加です。11週間で500回の話を別の国が行ったとの情報も。まずは日本の空母が4隻になる意味を考えてみましょう。2015年10月の海上自衛隊観艦式の最大の目玉になったのが新鋭護衛艦出雲のお披露目でした。3年に一度行われる海自最大のイベントでの紹介というわけです。2015年3月に就役した出雲は、全通飛行甲板を持つ航空母艦で、その前に誕生したヒューガ、型のヒューガ、伊勢に続く3艦目です。ちなみに、このシリーズの艦名は旧国名をつけているようですね。出雲はヒューガ型と比較すると、一回りも大きいので、自衛隊最大の艦艇となりました。8月には出雲、型2番艦加賀も進水式を終え、偽装作業も完了し、11月に試験航海も行われました。この加賀が就役したので、ヒューガ、型と出雲、型を、それぞれ2隻、合計4隻の航空母艦を海自は保有することになったのです。艦艇には、長期間ドック入りする整備期間や、乗員の訓練期間、及び実戦投入が可能な期間が必要です。それぞれの機関が3分の1ずつですから、4隻体制になった。おかげで、常時1隻もしくは2隻の航空母艦が、いざという時の即応体制が取れるようになったそうです。しかし、実はヒューガ、型と出雲、型に求められる役割や能力は少し違うそうです。これらは護衛艦なので、航空母艦ではないと考えている人がいるかもしれませんが、それは誤解です。そもそも、海上自衛隊の護衛艦は、水上を航行する戦闘能力を持つ艦艇に与えられる艦種で、世界的には、軍艦もしくは戦闘艦に該当する名称なのです。具体的には、金剛型や愛宕型は、区分で言えば護衛艦ですが、一般的にイージス艦と呼ばれています。それと、同じく、ヒューガ、型や出雲、型も護衛艦ではなく、航空母艦と呼ばれているのです。この事実は一般的には知られていませんが、航空母艦ヒューガ、型のヒューガと伊勢は、満載排水量1万9000トン、全長197メートルですから出雲が就役するまでは海自最大の艦艇でした。主な艦載機は SH-60J-K シーホーク哨戒ヘリコプターです。3機同時に、発着艦可能な広さの甲板を持ち、エレベーターで結ばれた格納庫内には、
最大10機が収容できるスペースがあります。ヒューガ、型の主要任務は、味方艦隊への敵潜水艦接近を阻止するという対潜作戦です。そのため、兵装として、単魚雷発射艦及びアスロック対潜ミサイルなどを格納できる16セルの垂直発射装置 VLS を装備しています。航空母艦としては、かなり重兵装を備えていることが特徴と思われます。一方、出雲、型の出雲と加賀は満載排水量2万7000トン、全長248メートルですから、前述のヒューが、型より一回り大きいことがわかります。シーホーク5機が同時に発着艦可能だけでなく、格納庫内には15機も収容できるそうです。と言っても任務が違うので、ヒューが型のような単魚雷発射艦や VLS は備えていません。最低限の自衛用兵装しか搭載していないので、潜水艦への攻撃は、両艦やシーホークに任せることになるのです。F-35B 戦闘機の艦載の前にチェックしておくことを紹介します。最低限の兵装しか、持たない出雲、型は対戦能力重視型のヒューが、型と比べると、よりマルチな任務に対応できる本格的航空母艦としての機能が重視されていると思われるのです。具体的にはヒューが、型と出雲、型には、手術室と集中治療室があるのですが、病床数はヒューが、型8床に対し、出雲、型35床ですから、当初防衛での上陸作戦時のヘリコプター拠点として考えると、出雲、型が優先されると見られます。また、出雲、型の飛行甲板は一回りも広いので、陸自が使用する大型の榴弾砲や軽装甲機動車を展開する場合も便利に活用されると考えられるのです。しかし、これは、あくまでも、どちらが能力が高いかという話です。出雲、型ではなく、ヒューガ、型が上陸作戦拠点になることも十分にあり得ますから、逆に、出雲、型が、対潜作戦の中核としての役割を担うことも可能です。また、ヒューガ、型と出雲、型のどちらも、シーホーク以外の大型の輸送、掃海ヘリコプター MCH-101 を艦載可能です。それだけではありません。必要に応じて、陸自の UH-60JA ブラックホーク、UH-1J ヒューイなどの小型ヘリや、大型の CH-47J、JA チヌーク、V-22 オスプレイの運用も可能と見られています。おお、積み型は一見、空母のようですが、れっきとした輸送艦で、上陸作戦に特化した艦艇です。ヘリコプターの発着艦はできますが、格納庫はありません。また、固定の艦載機もないので、一般的に航空母艦と呼べるような能力は持っていないのです。日本を取り巻く南西諸島海域の安全保障最大の課題を解決するために立ち上げたのが日本版海兵隊水陸機動団でした。この団体の発足と同時に、懸念されたのが海上輸送力の確保だったのです。有事の際、多くの人員や装備を運ぶためには空輸だけでは足りず、海上輸送も行わなければなりません。そこへ必ず投入されるのが海自の輸送艦大隅型なのです。大隅型登場以前は、海自には2000トン級の低速輸送艦しかありませんでした。ですから、輸送力と高速航行力を兼ね備えた大型輸送艦を常に切望していたとか。日本政府も、1992年、平成4年に始まった PKO 派遣を考慮して、外洋航行に適した大型輸送艦の必要性を痛感。その結果、大、隅型3隻の建造が認可されたというわけです。従来の海自輸送艦は、海岸に乗り上げるホバークラフト型だったのですが、大、隅型は沖合に展開しつつ、エル脚、エアクッション型揚陸艇、ランドイング、クラフト、エアー、キュシオン集艇や輸送ヘリを使った揚陸作戦も出るそうです。約330名の隊員を乗せることも可能で、長期航行用の居住スペースも確保されているそうです。一方、装備面の輸送力としては、73式大型トラックなら、最大65両、重さ50トンの90式戦車は18両搭載可能ですから、大隅型3隻で、1個連隊規模の輸送ができる計算になるそうです。また、海事艦艇初の全通式甲板があるので、
CH-47 輸送ヘリのような大型ヘリの離発着が可能になり、最近の改修工事後は V-22 オスプレイにも対応できるようになりました。ただし、前述のように航空機用の格納庫と整備機能は少なく、一定の航空運用能力しか持たないオース見方でさえ、収益時には空母や強襲揚陸艦ではないのかという指摘が多かったそうです。格納庫がなく、車両用エレベーターしかないオース見方は、残念ながら空母に離れません。仮に無理をしてスキージャンプ台を設置したとしても、速力22ノットと全長178メートルですから、固定翼先運用は不可能です。格納庫がないということは、非常に重要なポイントだそうです。これが、理由で、オース見方は、強襲揚陸艦でも空母でもなく、ドック型輸送揚陸艦に分類されているのです。どうしても、空母や強襲揚陸艦という表現は、国家の威信、財力の象徴と見さされることが多いようですね。すでに、そうした風潮があって、日向、片や出雲、型に、関西予定の F-35B ライトニングに垂直離着陸戦闘機の議論が継続中ということです。それにしても、庶民としては、どうしても、経費が気になります。物価は言うまでもなく、光熱水費も含めて、ここ最近は値上がりラッシュです。国民の命を守るために、防衛予算を増やすという論理には、確かに一理ありますが、守るべき国民の数が年々減少していることを政府関係者は重視していないんでしょうか？立派な最新鋭兵器を購入して有事に備えていても、国民がいなければ意味ないと思われますが、ヒューガ型の主な任務は対戦線で、SH-60J-K ヘリコプターを主に運用していますが、出雲型はその規模が大きく、より多くのヘリコプターを搭載可能であり、より広い範囲の任務に対応可能です。また、これらの空母は、災害時の救援活動や国際的な平和支援活動にも対応できるため、軍事だけでなく民事の面でも、多くの貢献が期待されています。4隻体制により、海自は、常に高い即応体制を維持できるようになりましたが、各空母の役割は異なり、その運用には、戦略的な配慮が求められます。また、F-35B 戦闘機の導入によって、これらの空母の戦闘能力はさらに向上する見込みです。これにより、日本は周辺国との軍事バランスを保ちつつ、より有効な防衛力を展開することが可能となります。このように、日本の空母は、ただの戦闘プラットフォームではなく、国の安全保障だけでなく、国際的な平和と安定に貢献する重要な資産としての役割を担っています。海上保安庁が新たな一手として女王型巡視船の建造計画を発表したとの情報をキャッチしました。今回はそんな最大級の巡視船建造計画開始を詳しく見ていきますね。それにしても3万トン級200メートルは前例がないようね。南西諸島の島民1000人を一気に輸送できるとして建造される台湾有事は日本有事と認識されつつありますし、尖閣警護に新たな一手として、海上基地下での使用もできますよね。最大の巡視船は、まさに出雲や、日向、波に災害でも活躍です。日本の防衛予算といえば、今や、最大の仮想敵国となり、軍拡路線を推し進める中国に対抗する必要上から、
2023年度分より大幅な増加へと舵を切り、2027年度までの5年間の累計で、総額43兆円規模にまで拡張される予定となっている。このレベルまで防衛予算が増加すると、太平洋戦争の終戦後の日本において、それまで、不分率として、対 GDP 比で 1% 以内とされていたものが、NATO 加盟国の目標ともなっている同 2% に達することにもなる。こうした防衛予算の増額と、それに伴う装備等の強化の傾向は、有事の際の自衛隊の前に対応を担う海上保安庁の予算についても、正比例しているともいえ、海上保安庁の来年の2025年度予算の概算要求額も、これまでで最も多いおよそ2935億円となることが公表された。この2025年度の海上保安庁の概算予算額は、今年2024年度に比すれば、1割以上の増額となっており、今年2024年年初に発生した能登半島沖地震のような自然災害への対応力の強化や、日本の海を守る警察権行使の強化にも充当する方向が打ち出されている。陸海空の3自衛隊に対する防衛予算の概算要求の額と、海上保安庁のそれとを単純比較すると、後者の少なさが目立つ気もするが、前者は、兵装の調達や維持にも、多額の費用を要するため、致し方ない配分でもあるのだろう。そんな海上保安庁のこれまでで最も多い、2025年度予算の概算要求額のおよそ2935億円の中には、これも、規模的には、同庁がこれまでに保有している船舶の中で最大規模となる大型の新型巡視船の建造費用の一部が盛り込まれている。その額は、2025年度予算の概算要求額のおよそ2935億円の 1.2% 弱に相当する 34.3 億円ほどとなっているが、大型の新型巡視船の建造費の総額は、現時点でおよそ680億円ほどが見込まれており、海上保安庁の船舶としては、非常に高額であることが伺える。この海上保安庁が、建造を予定している大型の新型巡視船は、その船舶の規模としても、同庁で、これまで、最大のものとなることが予期されており、実に、全長で 200.0 メートル前後、相当数で3万トン前後となると報じられている。ちなみに、この2024年9月時点で、海上保安庁が運用する船舶で、最大の規模を誇るのは、2013年に就役したヘリコプター2機搭載型の巡視船である、秋津島であり、相当数で7350トン、全長で 150.0 メートル、全幅で 17.0 メートルの規模を誇る。そのため、推定値とはいえ、海上保安庁が建造を予定している大型の新型巡視船は、この現行の秋津島に対し、全長で約 1.3 倍、相当数で約 4.0 倍にも相当する規模となり、まさに、桁違いの規模感を誇る船舶だと言って過言ではないだろう。この規模感によって、海上保安庁が建造を予定している大型の新型巡視船は、少なくとも、各種の大きさのゴムボートを数十隻、ヘリコプターも、最大で3機を収容し運用する能力を備える予定とされ、人員で、あれは、最大で、一度におよそ1500名ほどが収容可能とめされている。海上保安庁としては、この大型の新型巡視船を、今から5年後の2029年に就役させることを目指して建造を行う方針であり、現時点では、まず、1隻の建造が予算化されたわけだが、将来的には、2隻目の建造も視野に入れていると考えられている。現在、海上保安庁では、この大型の新型巡視船を多目的巡視船と呼称しており、すでに、昨年2023年度分の予算の中から数千万円を投じて、同船の設計前準備段階の調査を民間の造船企業に委託、2024年の3月に書面にて、その報告を受領しているという。この海上保安庁が多目的巡視船と呼称する船舶について、同庁は、そのイメージ図も公開しており、そのイメージ図によれば、船体は、底部が赤、船腹が白、上面が緑に塗装され、まだかなりアバウトな外観しか伝わってこないというのが偽らざる感想だ。しかし、この多目的巡視船、現時点で唯一の手がかりとも言えそうなそのイメージ図からは、船体の全部の甲板上には、
2機の大型クレーンとほぼ式装備が確認でき、その後方にコンパクトにまとめられた環境構造物が据えられているように見える。さらに、この環境構造物の後方には、ヘリコプター2機が露天駐機されている状態が描かれており、かなり広いヘリコプター搭載用の飛行甲板を備えていることは確認できるが、発着用のスポットは、2つで3機を運用するのか否かの判断まではつかない。加えて、ヘリコプター3機搭載を謳う点からは、その収納が可能な格納庫も備えていることが予期されるが、イメージ図からは、環境構造物の後方に、そうしたスペースが確保されているのか否かの判断を行うことは難しいように思える。また、通常の海上保安庁の巡視船と、この多目的巡視船との装備の違いは、後者が、機関砲等の最低限の兵装を、任務のために搭載していることに対して、前者では、現時点でその予定はなく、従って公開されているイメージ図からも、そうした兵装は確認できない。今回、前述したように、2025年度の海上保安庁の概算予算額の一部に、この多目的巡視船の建造費用の一部が盛り込まれたことで、同船の心臓を伝える報道が、日本のマスメディア各社から一斉に報じられた状態である。しかし、すでに、今年2024年6月の段階で、海上保安庁が、この多目的巡視船の建造を起としていることは報じられた経緯があり、その時には、尖閣諸島を含む南西諸島方面の有事の発生に備えた、従来にない規模の大型船舶の建造であるとの内容が伝えられていた。こうした報道の具体的な例を挙げるとするならば、2024年9月1日時点でも、インターネット上の NHK の6月7日付の記事などが確認可能で、そこでは、この多目的巡視船の新造の目的を、はっきりと、尖閣諸島周辺海域における対応を念頭に置いたものと記述している。そこでは、この多目的巡視船は、水上を高速度で移動することが可能な高性能ゴムボートを多数運用可能で、加えて、ヘリコプターの運用と合わせ、尖閣諸島周辺海域における非常事態の発生時に、迅速な対応を行う目的だと書かれている。この多目的巡視船が搭載する高性能ゴムボートの使用目的は、尖閣諸島をはじめとする南西諸島への中国側の上陸をその機動力をもって阻止する点にあるとめされ、中国側の小型船舶に対抗する手段としての活用が想定されているものだ。さらに、この多目的巡視船は従来にないほどのその船体の大きさを生かして、他の当該地域で活動を行う巡視船群の指揮を取る、いわば司令塔的な役割を担うものと評されており、自衛隊で言うなれば、司令部を置く艦艇に相当するものと考えられる。そして、こうした尖閣諸島周辺海域における非常事態への対応に加えて、多目的巡視船は、他の有事における民間人の輸送任務や、自然災害時の対応等にも活用可能となるとされているが、後者は、あくまでも副次的な用途だと説明されているように感じられた。しかし、この記事の中でも、海上保安庁の内部においても、これほど大規模な多目的巡視船を運用することに対し、慢性的な現場の人員不足からの運用への懸念や、尖閣諸島周辺海域における非常事態への対応を前面に出しすぎるのは、中国に対して逆効果ではないかとの声もあると指摘していた。そこから、今回この2024年8月末の段階で、前述したように、2025年度の海上保安庁の概算予算額の中に、多目的巡視船の建造費用の一部が盛り込まれたことを伝える報道においては、極力、尖閣諸島周辺海域にフォーカスしない報道が行われているように感じられる。こうした尖閣諸島という単語の使用を意図的に避けているかのような、今の日本政府の姿勢や、この多目的巡視船には兵装を搭載しないとしている点から、かなり中国政府をしないようにと下手に出ている感が拭えないのではないだろうか。2025年度の海上保安庁予算を、これまでで最大の2935億円と設定し、中国の軍拡に対抗するためにも、
防衛力の増強と海上保安体制の強化を図っています。特に注目されるのは、全長200メートル、相当数3万トンに及ぶ巨大な新型多目的巡視船の建造計画で、これは海上保安庁が運用する船舶としては史上最大のものです。予算の一部には、この巨大巡視船の建造費用も含まれており、計画されている船は、高速ゴムボート数十隻や最大3機のヘリコプターを搭載可能で、1500名を収容する能力を持つとされています。この船は、南西諸島周辺、特に、尖閣諸島近海での中国の挑発に対応するためのものであり、海上保安庁の指揮官として、また、多様な海上任務に対応するための重要な資源となる見込みです。今後の地域安全保障と海洋主権の保護に向け、日本政府は、この新型巡視船を核とした対応策を進めていく方針です。